遺産再適格差論の講義を今週も始めていきたいと思います。よろしいですか？それでですね、今日の話題は2部グラフの最大マッチングについて、そのアルゴリズムの話をしていくということになります。音は聞こえてます？大丈夫ですね。はい、大丈夫でしょうか？はい、それでそうですね、今日はここですね、10月20日ですね。で、再来週は祝日のためお休みになるのでご注意ください。それでですね、そうか、一応最大マッチング問題なんだとかってことをもう一度復習すると、向こうグラフが入力として与えられたときに最大マッチングを一つ見つけるということですね。こんな感じですね。ですか、まあ、青い辺が最大マッチングを構成しているものになっているということです。で、今日の目標は2部グラフの最大マッチングを見つけるアルゴリズムを理解して使えるようになると。でですね、前回までやっていた、なんか増加度とか最適性の保証っていう話が出てきてて、まあ、ここら辺が重要になって、まあ、後でここの部分を復習します。でですね、最後に高速化の話をしたいんですけども、ちょっとこれを議論する時間はないかなと思いますし、まあ、ここをですね、そんなに詳しくやっても、まあ、これはこれで面白いんですけども、あんまり、なんだろうな。まあ、この講義で、まあ、細かくやることではないかもしれませんので、この最後の部分は、やんないかもしれないです。ただ、この講義でできなかったら、後で、この部分だけ別の動画にしようと思うので、まあ、興味がある人はそれ見ていただくか、あるいは、スライドには割と書いてあるので、それを、まあ、見て実習していただくか、って形で、この部分は、この部分、最後の高速化の手法の部分は、処理しようと思います。まあ、どちらかというと、まあ、この高速化の手法の部分は、まあ、そんなに、この講義においては重要ではないので、まあ、なんて言えばいいんだろうな、理解しなくてもいいですって言い方がいいかどうかわかんないんですけども、まあ、そのオプションだと思ってください。はい。で、じゃ復習からやっていきます。前回までの重要概念。何だったかっていうと、まず、今日扱うのは2部グラフですとですね、2部グラフっていうのは頂点集合を2つの部分に分けて、その部分の中には辺がないというようなグラフのことを言ってました。例えば、その2つの部分のことを、まあ、A と B と書いたりして、2部グラフの表記は、その頂点集合を A と B に分けているので、A、B と書いて、E が辺集合という形で表記することもあります。はい。で、重要な概念。何があったかというと、まず、交互度っていうのがありました。交互度っていうのは、マッチングがあったら、そのマッチングに関する交互度っていう言い方をします。M に関する交互度っていうのは、この G における道で、M の辺と M の辺でないものが交互に現れると。今、このオレンジで書いてるもの、緑でなぞってますけども、これは、まあ、今、V3 の方から来ましたけども、M の辺でないもの、あるもの、ないもの、あるものが順番に出てきてますから、M に関する交互度です。M に関する交互度がたくさんあります。たくさんあります。はい。で、交互度の中でも、特別な性質を持ったものを増加度と言います。M に関する増加度っていうのは、まず、M に関する交互度であって、わかりますね。M に関する交互度であって、両端点が M の辺と接続しない。ですね。今、V3、V7、V4、V5 という、これ、交互度ですけども、これは V3 っていう頂点と V5 っていう頂点が青い辺に接続してないので、これは増加度です。青い辺に接続してないので、このオレンジで辿った時の、そのオレンジの端の辺ですね。端、この辺。これも、青い辺だったらいけません。だから、その、まあ、色で言うと、黒、青と、順番に黒から始まって黒で終わっていて、なおかつ、その端にある頂点が青い辺と接続してないと思ってください。で、増加度は何で重要かというと、今あるマッチングがあって、そのマッチングに関する増加度があるとしましょう。
ありますね。今、この辺の活が3の増加動というのがあるとします。で、そうしたら、この増加動に沿って、今、色は黒、青、黒というふうになっているんですけども、この色の付き方を変えます。青、黒、青にします。そうすると、別のマッチングが得られます。別のマッチングが得られます。で、そのようにして得られたマッチングの辺の数も必ず大きくなります。元のマッチングよりも辺の数が多いマッチングが得られます。つまり別に言い方すると、マッチングに対して、それに関する交互度が存在したら、今考えているマッチングというのは最大マッチングではありません。なんでかっていうと、その大きくすることによって、考えていたマッチングよりも要素数が大きなマッチングがあることがわかるからです。で、この逆も成り立つんだってことを初回やりました。あ、その前に、だから、今言ったことですね。M に関する増加度が存在するんだったら、そのマッチングは最大マッチングではないということが分かって、初回やったのは、この逆も正しいということです。それが、定理でした。M が G の最大マッチングであることと、増加度が存在しないことが必要十分条件であると。同値であるということです。これ初回にやりました。で、これが一つ目の重要なことです。で、これ今日使います。で、もう一つは、前回最後にやったんですけども、頂点被覆という考え方です。で、頂点被覆って、被覆というのは何なのかというと、これは頂点部分集合です。で、頂点部分集合で、どの辺も C のある頂点に接続しているんですね。例えば、右の方、この黄色で示した5つの頂点からなる集合を C とすると、それは頂点被覆ではありません。なぜかというと、この V4 と V7 を結ぶ辺というのは、この黄色い頂点のどれとも接続していないからです。いないからですね。で、一方で、この左の方の6個の頂点の選び方、そのように選んで集合を作ると、それは頂点被覆です。なぜかというと、どの辺を見ても、なぞってますね。そのうちの、どの辺を見ても、黄色の頂点に接続している。つまり、端点の一方、少なくとも一方が黄色になっているからです。ですか？で、頂点被覆の頂点は、その辺に接続する辺を覆うというような言い方します。例えば、この V6 という頂点は、それに接続する2つの辺を覆っているというような言い方をします。いいでしょうか？で、この頂点被覆なんで重要だったかというと、これですね。マッチングと頂点被覆の弱相対性というのがあるんですね。マッチング M と頂点被覆 C。これ何でもいいです。どんなものでもいいですけども、どんなものを持ってきても、マッチングの要素数と頂点被覆の要素数の間に代償関係がある。ということ、これも前回言いました。言いましたね。うん。弱相対性と言ってました。で、二部グラフの場合には、等式を統合を満たすようなマッチングと頂点被覆が存在するというのが前回言ったことなんだけど、その前に、この弱相対性をどのように使うのかとですね、その最大マッチングとどのように関係あるのかということを A を通して言うと、今ですね、ここにグラフがあって、青い辺で示しているようなマッチングがこのグラフにはあります。で、そうすると、こういうマッチングの存在から、このグラフにおける最大マッチングの辺の数というのが、3以上だということがわかります。これ以上っていうのは重要ですね。なんでかというと、もしかしたら、このグラフには、ここで示しているマッチングよりも辺の数が大きいマッチングがあるかもしれないからです。もちろん、このグラフの場合はそれないんですけども、それないってことをちょっと証明する必要があります。一般的には。一般的には。で、それを証明するために、この上の式、この弱相対性が使えます。どういうことかというと、今、このグラフには、頂点数が3の頂点被覆が、このグラフには、要素数3の頂点被覆が存在します。被覆が存在します。ね、この黄色い頂点3つからなる頂点部分集合は頂点被覆です。そうすると、上の不等式は、どんなマッチングとどんな頂点被覆に対しても成り立ちますから、特に最大マッチングに対しても成り立っていて、最大マッチングの辺の数は、この頂点被覆の要素数以下、つまり3以下だということがわかります。先ほど前のページで、
最大マッチングの辺の数は3以上だと言っていたので、この3以下であるという不等式と一緒にすると、これによって最大マッチングの辺の数がちょうど3であるということが分かりまして、つまり先ほど前のページで見たマッチングというのが最大マッチングであるということが、この不等式と頂点起伏の存在から分かるわけです。いいでしょうか。これが重要な考え方だと前回言ったことなんですけども、これは重要なので、もう一度確認したいんですけども、皆さんよろしいですか？いいでしょうか。これ重要ですね。で、今この、最大マッチングの辺の数がイコール3だっていう結論が得られたのは、そのマッチングと頂点起伏として同じ要素数のものが、このグラフにはあったからです。あったからです。だから別に言うとすると、そういうそのマッチングと頂点起伏がないと、この弱相対性を用いて考えているマッチングが最大マッチングであることの証明はできないわけですね。で、それは必ず、それが必ず2部グラフにおいてはできるということが前回最後でやったことで、これを K にイゲルバーに乗っているというふうに呼んで、まあ、よく出てくるんですけども、もう一度言うと何かというと、G の最大マッチング M と最小頂点起伏 C に対して M の要素数と C の要素数が等しいということが証明できます。はい。つまり先ほどのその弱相対性を使って最大マッチングであることの証明というのが確認法というのは必ず使える。2部グラフにおいては必ず使えるということをこの定理は保証しています。はい。で、このような定理のことを最大最小定理と呼んでいます。というのが前回までのまあ、あらすじでした。ここまでいいでしょうか。で、この相対性っていうのも今日使ってきます。いいですか。ではですね、アルゴリズムの話をしていきます。2部グラフの最大マッチングを見つけるアルゴリズムですね。で、基本的な考え方をまず言います。ですね。G の、まず入力として与えられるのは2部グラフですね。2部グラフしか考えません、今日は。で、G のマッチング M を常に保持しています。今、このアルゴリズムの中では M っていう一つのマッチングをずっと、保持していて、それを最終的に最大マッチングにしていきます。で、どうするか。まずその M に関する増加度を見つけようとします。で、見つけようとするんだけども、ここで2パターンあって、見つかる場合と見つかんない場合があります。見つかったとき。見つかったってことは、この先ほどの話から、この M というマッチングは最大マッチングではありません。最大マッチングではありません。で、この P に沿って、このマッチングである辺とマッチングでない辺を入れ替えることによって、大きなマッチングが得られるということになります。で、それをやりますが、これですね。だからこの M と P のこの三角形って、これは、M と P の対称差。対称差。ですね。この P っていうのは今、増加度ですね。ここにあるんですね。増加度ですね。P っていうのはその編集号だと思ってます。はい。この道の編集号だと思っていて、その編集号同士の対称差を取ります。そうすると、得られるのは、先ほどの言い方で言うと、P に沿って、M を大きくしたもの。大きくしたものって言ってます。このものはマッチングです。だから、その、大きくするようにできますから、大きくしてあげます。M を。これは、M を、M と B の対称差で置き換えるとですね。そして繰り返します。繰り返すっていうのは、またその M に関する増加度を見つけようとするということになります。で、じゃあ見つけようとして、P 見つけようとして見つからなかった場合、見つからなかった場合には、M は最大マッチングであるはずです。で、先ほどの、必要十分条件だからですね。で、本当にこれが最大マッチングであるんだったら、考えているグラフは2部グラフですから、M と同じ要素数の頂点起伏 C というのが存在するはずです。で、それを見つけます。
で、そういうものがあることによって、今考えている M っていうのは最大マッチングであるということが確認できるわけです。で、その時に M を出力すれば、M は最大マッチングになります。なんで、この頂点記憶見つけないといけないかっていうと、増加度を見つけようとして見つからなかったっていうのは、もしかしたら見つけ方が悪いのかもしれないですね。偶然、なんかその考えている見つけ方が、いい方法ではなくて、我々も見つけ方が悪いせいで見つかっていない可能性もあるわけです。だけども、その M と C として要素数が同じになるような頂点起伏 C っていうのがあれば、先ほどの相対性から、この M っていうのは本当に最大マッチングであるってことが証明できるわけです。それをしてあげます。でそうすることで実際、我々が使っていた増加度 P の見つけ方だったっていうのが、網羅的だった。つまり、本当に増加度が見つかってないんだ。存在しないんだって、だってことが分かるということになります。この考え方を使って、アルゴリズムを作っていきます。いいですか？だからもうこれでほぼアルゴリズム終わってるんですけども、あとは、じゃあどのように増加度を見つけようとするのかとか、どのようにこの頂点起伏を見つけるのかってことを、ちゃんとやる必要があります。いいでしょうか？今日全然反応がないんですけども、皆さん大丈夫ですか？いいですか？あ、よくわかんないですか？大丈夫ですか？どっちだろう？よくわかんなかったらどこら辺がわかんないか。特にいいですか？わかんないところがあったら質問していただきたいんですけども、わかんないまま過ぎていくと、時間が無駄なので、お互いに。ですか？ではですね、じゃあこの基本的な考え方に沿って進んでいくんですけども、こうします。今ですね、その、この、青い線で書いてあるのは、これ今、マッチング M です。今、このマッチングを保持していると思ってください。で、この、マッチングを保持しているときに、どのようにまず増加度を見つけようとするかってことを考えます。でですね、まずやるのはですね、このグラフの辺に向きをつけます。で向きはどういうふうについてるかっていうと、黒い辺は上から下。A から B に向かってですね。で、青い辺、マッチングの辺は B から A に向かって。要は、向きがついています。そのように向きをつけます。これまず初めにやります。で、そうすると、もし、この、ですね、何をするかっていうと、A の中で、この青い辺と接続してない頂点。青い辺と接続している頂点のことを、そのマッチングが飽和する頂点というふうに言ってましたけども、つまりその A の方でマッチングに飽和されてない頂点から出発して、B の方で飽和されてない頂点に向かっていくような矢印の向きに沿った道があるかどうかってことを確認します。で例えば、今この場合には、ここに書いてあるような、このオレンジの道。これは矢印に沿っている道で、なおかつ、A の飽和してない頂点から B の飽和してない頂点に向かっています。そうすると、これは矢印の向きに従っているので、はじめは飽和してない、その青い辺に接続してない頂点から、黒、青、黒、青、黒と進んでいって、最終的には、またその、青い辺に接続していない頂点で止まります。つまり、この見つかった、この青いじゃなくて、オレンジ色の道っていうのは、これはこのグラフにおいて、今考えているマッチング M に関する増加度になります。増加度なので、この増加度に沿ってマッチングが大きくできるということになります。つまり、このようにしてマッチングじゃなくて、増加度が発見できます。で、今大きくしました。で、大きくしたら、この要素数が4の1つ大きなマッチングが得られましたら、このマッチングに対してまた同じことをやります。ってことを繰り返すことになります。これが今から紹介するアルゴリズムで、これ増加度アルゴリズムと言っていきます。で、まあ、ステップが大きく分けて3つあって、何かというと、まずは、だから、まず与えられるのは2部グラフと、今途中まで持っているマッチングがいます。M ですね。で、そこから、まず有効グラフを作ります。有効グラフっていうのは、グラフの辺に向きがあるものです。
で、どういうものかっていうと、頂点集合は先ほど、2部グラフの頂点集合と同じで、辺の向きは、辺は、向き付けるんだけども、UV という辺が M の辺ではない場合、つまり黒い場合には、U から V に向かって向きをつけます。で、ここで記号があるので、UV、この丸括弧で区切ったら、これは、U という頂点と V という頂点を結ぶ辺が U から V に向かって向き付けられているというのを、この UV 丸括弧の書き方で書きます。で、そうすると、UV と書く書き方と VU と書く書き方で意味が違うということになります。ですか。VU と書いたら、これは V から U に向かっていくということになって、UV と書いたら、これは U から V に向かっていく。どっちがどっちがわかんないんだけど、まずこれ書いてみると、これが、ここですね。で、いいですか。だから、VU と書いたら、VU と書いたら、これ V から U に向かっていくことになります。ちょっと色変えて書こうかな。色変えて書くんで、VU と書いたら、VU と書いたら、これは V から U に向かって向きがついている。だからこの2つは違うものを表していると思ってください。で、実際にこの下の方ですね。UV が M の辺だったら V から U に向けていきます。ですか？それが今、ここに下ですね。そういうふうに今、向き付けました。で、今後使う記号があるので、導入するんですけども、AM と書いたら、M が飽和しない A の頂点全体。だから今、上の例だと、真ん中の例だと、この3つの頂点が AM という集合を構成しています。同じように BM というのは、M が飽和しない B 側の頂点の集合とします。ここも3ついますね。いいでしょう。これはステップ1です。ステップ1です。で、で、ステップには、この AM の頂点から BM の頂点に向かって矢印に沿った道があるかどうかってことを調べます。ですね。この G 矢印において AM から BM へ至る U コードを見つけます。これはですね、グラフの探索という手法があって、それをすることによって簡単に見つけられます。簡単に見つけられます。で、グラフ探索の話をちょっとここでやると、それは時間がないので、やりませんけども、まあ、アルゴリズムの授業とか取ってる人は多分そこでやってますし、まあ、そうじゃない人は、まあ、グラフ探索っていうものを使えばできるんだっていうことだけを、押さえてもらえば構わないです。割と標準的な手法です。で、それで、まあ、例えばこの場合ですね、先ほどの例ですね、この、道が見つかります。で、そうすると、これは、青い辺に接続してない頂点、A 側の頂点から、青い辺に接続してない B 側の頂点に対して、黒、青、黒、青、黒という順番で行きますから、これは増加度です。M に関する増加度になります。ので、見つかった場合には、つまりそれが増加度だとわかるので、それに沿って、マッチングを大きくします。で、マッチングを大きくして、ステップ1に戻るとします。これは、先ほどのこの、P という、この見つかった増加度に沿って、黒と青を入れ替えるだけなので、これも、線形時間。線形時間っていうのは、そうか、その時間に行ってからですね。頂点数プラス辺の数ぐらいの時間でできます。先ほどの、この、U コードを見つけるっていうのも同じ時間で、頂点数足す辺の数の時間で、オーダーでできます。はい。で、これ見つかった場合ですね。で、まあ、じゃ今、見つかったので、じゃステップ1戻りましょう。で、ステップ1に戻って、またこの U コードを作ります。AM と BM とか、この向き付け、これで、先ほどの記述と変わってるので注意してください。M が変わってますから、この向き付け、先ほどと変わってます。で、これで、ステップ2では、この AM から BM に向かっていく U コードを見つけようとします。探索します。で、今度、またこれ見つかりました。見つかりました。で、これ見つかったってことは、これ U コードに沿っていくと、これ増加度になるから、増加度に沿って、また、マッチングを更新します。ね、M を M と P の対象だとして、ステップ1に戻ります。これ今、しました。これ M と P の対象差です。で、もう一度ステップ1やります。ここですね。向き付けをして、AM と BM を定めます。で、じゃあ AM から BM に行くような道あるかっていうと、今度これないんですね。
どう頑張ってもらい、まあ、どう頑張ってもらいってことは、先ほどのグラフ反射を行うとわかるんですけども、それはまずステップ2で、いうことを見つけようとしますけども、見つからないってことが、先ほどのグラフ観測の結果からわかります。で、そうしたら、ステップ3の見つからない場合に行くんですけども、何かというと、この場合に、今この R と書いてある、これは、色はどちらかというと、オレンジなので、オレンジにすると、この R という集合を定めるんですけども、何かというと、AM から U コードでたどり着ける頂点全体の集合です。今、AM っていうのは1頂点しかないんですけども、ここからそれ矢印に沿ってたどり着ける頂点を全部集めてきて R としています。今、この R は、A の方に 5頂点、B の方に4頂点があると、こういう形になっています。例えば、その、左端の方の、ここら辺の頂点、これは頑張っても AM がたどり着けません。で、この R を定めるのも先ほどのグラフ探索を行うことで同時にわかります。その R を見つけます。で、R とします。で、R としたら何するかっていうと、この、A の方で R に含まれてない頂点の集合。で、まあ、A-R とか書きますね。A-R とか書きます。で、B の方で、その R に含まれている頂点の集合。それは B と R の共通部分と書きます。で、その合併、亜集合を C とします。で、後で証明するんですけども、この C は頂点被覆です。このグラフの。頂点被覆です。で、なおかつ、その頂点被覆の、予想数は、今考えているマッチングの予想数と等しいです。今この場合、この例の場合は、色戻しますけれども、この例の場合は、マッチングの要素数は5であって、その C の要素数も5です。だからまあ等しいですね。うん、で、その2つを出力して、アルゴリズムは終了します。こんな感じになります。これがアルゴリズムの動きであって、次のページにあるのがその全体像です。まあ、こう書いたからといって分かるかというと、分かんないんですけども、まあ、一応書いておきます。マッチングがないと、このアルゴリズム動かないんですけども、例えば、空集合は、どんなグラフ見てもこうマッチングなので、だからまあ M として空集合を、M を空集合として初期化することによって、このアルゴリズム、ちゃんと動きます。いいでしょうか。今からやるのは、このアルゴリズムがちゃんと最大マッチングを出力するってことを証明していくことになるんですけども、アルゴリズムの動きはいいでしょうか。じゃ、良さそうなので、どうするかな。そうですね。この、じゃ、今言ったことを証明していくってことが、この後の話なので、じゃ、2分休憩して、その証明は休憩後にやりましょう。はい。じゃあ、休憩のタイムなので、じゃあ2分。今、ペンが。2分。じゃあ、休憩します。
はい、それでは再開します。よろしいでしょうか。今からやるのは、このアルゴリズムの解析をするんですけども、解析って何なのかと言われたら、ちょっと定義はないんですけども、ですね、アルゴリズムを設計したら考えるべきことっていうのは大きく分けて2つあります。これはですね、皆さん、どんなアルゴリズムを設計しても、考えてほしいんですね。で、何かというと、まずは正当性です。アルゴリズムの出力が正しいこと。で、もう一つは、アルゴリズムがどれぐらい時間を費やすのかってことを考えることですね。その時間のことをよく計算量と言ったりしますけども、それをやります。で、まずやるのはですね、計算量の方からやっています。そうか。で、先ほどの増加とアルゴリズムにおいては、何を意味するかっていうと、まず正当性って言ってるのは、出力 M が最大マッチングであること。これが求められているアルゴリズムに対する要件なので、これをちゃんと証明します。で、もう一つは、計算量ですけども、この、アルゴリズム計算量は、頂点数かける辺の数のオーダーになります。たかたか。で、じゃあなんでそういうオーダーになるのかってことを、説明まずしますけども、先ほどのアルゴリズムですね、こんな感じでした。ステップ1からステップ3まであって、各ステップにまず何、どんだけの時間がかかるかというと、まず、グラフを作るところ。これは、辺に向きをつけるので、辺の数ぐらいのオーダーになります。だから、頂点数プラス辺の数ですね。で、U コードを見つけるところ、これ先ほど言った通り、これ探索をすればいいので、その探索には頂点数足す辺の数ぐらいの時間がかかります。時間を費やせば十分です。で、U コードが見つかった場合には、マッチングを大きくするんですけども、これも頂点数足す辺の数ぐらいの時間でできます。で、見つからなかった場合には、R を見つけるんですけども、R を見つけるのは先ほどの U コードを見つけている部分ですでに使っています。だから、ここの部分では時間がかかりません。加えて時間はかからないです。で、マッチングと頂点比を出力するんですけども、出力するこの集合の大きさが、辺の数プラス頂点数ぐらいありますから、頂点数プラス辺の数のオーダーで、このステップ3点にも実行できます。だから、どのステップも頂点数プラス辺の数、の時間で実行できます。これすごく早いです。で、何を考えなきゃいけないかっていうと、ステップ3.1で、ステップ1に戻るっていう部分があります。つまりですね、ステップ1からとステップ2っていうのは、何回か繰り返し実行されるわけです。で、この繰り返しが何回起こるのかってことをちゃんと考える必要があって、それを反復回数と言いますけども、それを考えましょう。で、反復するたびに何が起きているのかってことを考えると、M を M と P の対称差で置き換えるってことをやっています。つまり、M がどんどん大きくなっていくんですね。要素数が大きくなっていくってことが、このステップ3.1を実行するに起きます。じゃあ何回この大きくなれるんでしょうか、ということを考えましょう。で、これが補題ですね。増加度アルゴリズムにおける反復回数は、頂点数のオーダーにしか大きくてはなりません。なぜか。アルゴリズムを例えば、その M というマッチングを空集合から始めるとしましょう。そうすると、先ほどのそのステップですね、3.1で M を M と P の対称差で置き換えると、M の要素数は1だけ増えます。その様子を今、こう下でちょっと図にして書いてるようなつもりになってるんですけども、例えばその空集合であるようなマッチングからにおいて増加度を見つけたら、その増加度にちょっと大きくすると1だけマッチングの要素数が増えます。じゃあこのマッチングに対して別の、増加度を見つけました。すると、それに置き換えることでマッチング数1つ増えます。で、このマッチング要素数1つ増えるっていうのを考えるんですけども、マッチングの要素数は大きくても2分の頂点数以下です。なんでかっていうと、マッチングっていうのは2つの頂点を結んでます。しかも1つの頂点にはマッチングの辺が多くても1つしか接続しません。だからどんだけ頑張ってもマッチングの辺の数っていうのは頂点数の2分の1にしかならないわけです。ですか。
で、2分の頂点数っていうのはオーダーで言うと頂点数です。つまり、ステップ3.1で M の要素数は1つ増えるんだけども、それは大きくても2分の頂点数にしかならないわけです。だから反復回数っていうのは、この2分の頂点数を1で割った数で、それは多くても2分の頂点数になるわけです。ですか？だから反復回数は必ず頂点数以下になります。オーダーで。いいですか？これ前に戻ると、つまりこのステップ1、ステップ2っていうのは、繰り返しても頂点数分しかないわけです。ですか？だから、ちょっと計算してますけど、もし、割と真面目に。ステップ1とステップ2の計算量かける反復回数、プラス、ステップ3の計算量かける反復回数マイナス1回、プラス、ステップ3の計算量っていうのが増加度アルゴリズムの計算量になります。これ、真面目に計算すると、これは、頂点数かける頂点数プラス辺の数っていうオーダーになります。で、まあ、これは、ここに書いてあるように、まあ、頂点数かける辺の数ぐらいになるというふうに、ここでは言ってるんですけども、ここは、嘘があって、厳密に言うと。どんな嘘かっていうと、今、ここでは、グラフが連結であるということを突然仮定してます。で、連結であると、頂点数のオーダーっていうのは、頂点数のオーダーっていうのは、辺の数のオーダー以下になるということがわかります。で、そうだとすると、この V プラス E っていう部分が、オーダー E に置き換えられて、そうすると、ここに書いてある結論が得られるということになります。で、これを導くためには、連結であるっていう条件必要なんですけども、実は、グラフが連結でない場合には、連結成分ごとに最大マッチングを求めれば、全体の最大マッチングが求まるってことがすぐにわかるので、出したところですね。それをやればよくなります。で、連結成分ごとに、だから連結成分に分解するっていうのも、ここかとか書いておこうかな。連結成分に分解する。そういうことも、同じ計算量でできます。頂点数、足す辺の数という時間で、これもそのグラフの探索でできます。ので、これを使っても全体として、辺の数かける頂点数の計算量で、この増加度アルゴリズムっていうのが動くということがわかります。これが計算量解析の証明です。いいでしょうか。言ってない、仮定を突然持ち出していたりするので、いけないんですけども。もしかしたらグラフ探索によると。で、これで計算量の話はおしまいで、あとやるのが正当性です。つまり、その増加度アルゴリズムは必ず、最大マッチングを出力するということです。そうか。ですね。一個言っとかないといけないのは、計算量がこのように算定できるということは、まず何を言うかっていうと、このアルゴリズム必ず終了します。必ず停止します。停止するってことは、いつかこのアルゴリズムは有効度が見つからない場合に行くわけです。有効度が見つからなかったら、この R っていうのが、なんかまず出てくるわけですけども、その R がどういう仕組みのものを持っているかってことをまず考えていきます。で、何なのかっていうと、これですね。その C は、この A-R と B、キャップ R の合併であるというふうに書いてて、この下の図は、そのイメージ図です。イメージ図です。で、ちょっとこれ、色が暖色系すぎて、ちょっとその色に対する、センシティビティが低い方にちょっと見にくいかもしれませんけども、何が書いてあるかっていうと、まずここに AM が、これまた緑も見にくいんだろうな、多分、色のセンシティビティが低い方に、ちょっと青にして、
今ですね、これ M、AM、AM っていうのがあって、AM っていうのは、今考えているマッチングが飽和しない頂点です。で、BM っていうのも、マッチングが飽和しない頂点です。で、このオレンジの部分、これが R ですけども、R っていうのは、AM から、その有効度でたどり着ける頂点全体ですね。書いておくかな。R っていうのは、AM から、AM っていうのは、R っていうのは AM から有効度で、たどり着ける頂点全体です。ですね。で、黄色い部分が欲しいですね。切れ目も欲しいです。でしょうか。で、やるのは何かっていうと、まずこの C っていうのは、書いてあったまだ。C っていうのは、頂点被覆です。頂点被覆です。ご証明します。で、もう一個、この頂点被覆 C っていうのと M っていうマッチングの要素数は同じであると。で、これが、この二つが証明できれば、何がわかるかっていうと、先ほどの、弱相対性より、M は最大マッチング。ってことがわかるので、つまり、この増加度アルゴリズムは正しいと。正しい出力を行うということがわかります。ということで、この2つを証明していくということを今からやります。いいですか？で、それで、この二つを順番に証明していくんですけども、まずは、この一番ですね。頂点被覆であるということからやります。じゃあ、ここですね。任意の辺を考えて、何を証明するかっていうと、ここで画面遷移すると、今書いたのが全部消えますけども、何かというと、UV という辺を持ってきて、U が A-R の方に含まれない、だからこの黄色の方に含まれない場合、に、もう片方の端点がその黄色の方に含まれているってことが分かれば、この黄色い頂点集合欲しいですね。これが頂点被覆だと分かります。いいですか？もし U がですね、この黄色の方に入っていれば、この辺は、この C という頂点集合で被覆されるってことはすぐに分かりますから、そうじゃない場合にもう片方が被覆されているってことを証明します。いいですか？で、これ、二つ場合分けがあります。何かっていうと、この考えている辺が M の辺であるかそうじゃないかっていうことで場合分けします。じゃあ、はじめにその、この考えている辺が M の辺じゃない場合、黒い場合を考えます。でそうすると、これは今考えている向き付けにおいて、A の方から B の方に向かって向きが付けられています。ですか？これはその向き付けの定義でした。でそうすると、何が分かるかっていうと、今ですね、U っていうのは、この黄色い部分に含まれてないので、A においてはこのオレンジ色のですね、この R に含まれているわけです。それは何を言っているかっていうと、AM から U に、AM から U 行動を使って U にたどり着けます。ここですね。そうすると何がわかるかっていうと、AM の頂点から U 行動をたどって U にたどり着けるんだけども、U から V に向かって辺が出ているので、V にもたどり着けるわけです。つまり V っていう頂点は必ず、この、オレンジ色の頂点の集合、つまりこの R に含まれているということがわかります。C は A-R と R と R が書いてあります。A-R と B と R の共通部分の和集合だったから、つまり、ここですね。B と R の和集、共通部分に V が入っているということがわかりますから、C にも入っているということになります。いいですか？これいらなかったかな？ちょっと。ですね。こうなることを示しなかったから、いいですね。これはその場合は示せましたということになります。すいません。いいですか？これが場合1です。第1番目の場合。
なんかそこ入れなかったんで。はい。よろしいでしょうか。で、2番目の場合は、この場合1の場合じゃない場合なので、UV が M の辺である場合、つまり青い場合です。で、その場合には、V から U に向かって、向き付けがされてます。ですか。で、この、まず仮定から、この U には AM からたどり着けるわけですね。AM からなんかこう、ってこうたどり着けるわけです。じゃあ、どのようにして AM から U にたどり着けるのかっていうと、U に接続する辺がどういう感じになってるかってことを見てみましょう。そのうちの一つの辺は今考えているこの青い辺で V から U に気づけられているわけです。だけども U には他にも接続している辺があるかもしれません。でもそれらの辺は全部黒い辺なわけです。青い辺にはなりません。青い辺だとすると U に青い辺が2つ以上接続することになってしまって、この青い辺からなる辺部分集合がマッチングであることに矛盾します。だから U に接続している他の辺は全部黒い辺であって、それはU から外に向かって向き付けられているということになります。で、ここですね。U に接続する他の辺は B に入るように向き付けられています。そうすると、AM からなんか U コードを使って U にたどり着こうとしたら、そのような、U コードっていうのは必ず V を経由している必要があります。V を経由しないと U に行けないから。つまり、その時点で V には AM からたどり着けるということがわかります。で、ここですね。だから、こんな感じになっている。つまり、V は B と R の共通部分の要素になっています。ということで、これが証明したかったところですね。ですか。場合1、場合2のどちらの場合でも、V が B と R の共通部分の要素であるということがわかりましたから、つまり考えている C という集合は、このグラフの頂点起伏です。よろしいでしょうか。これで1の証明がおしまいなんですけども、本当かな？そうですね、いいですね。1の証明おしまいですけども、いいですか？じゃあ2番目の方の証明、2番目の方は何を証明するかっていうと、2番目の方、これですね、M と C の要素数が同じであるってことを証明します。はい。で、片方の代償関係は弱相対性からわかりますから、もう片方の方ですね、を証明します。という流れになります。いいですか？反応がないと、またわかんないんじゃないかという疑惑が出てくるんですけども、いいですか？じゃあこれ証明しますね。ことにどうするか。このためにどうするか。まずですね、二つのことを観察します。B と R の共通部分に入っている頂点 V は必ずマッチングに保護せます。つまりそのマッチングの辺が接続していることがわかります。なんでかというと、こうですね。V の頂点には必ず青い辺が接続しています。なんでかというと、そうじゃないと、どうなんだっていうと、V には AM からたどり着けるのに、こういうその青い辺がないとすると、V は、BM の頂点になります。何かというと、あ、すいません、順番に、今変えます。すいません。V に M の辺が、青い辺が接続していないとすると、V というのは BM の頂点になります。でそうすると、V には、V は、だから V は今 R の頂点なので、AM から V にはたどり着けるし、なおかつ V は BM の頂点だとすると、AM からスタートして BM に行けるということになります。今このアルゴリズム停止した時のことを考えてますから、AM から BM にたどり着ける増加度があった、有効度があったら、その時はアルゴリズムは停止してません。だからこの停止した時に矛盾します。いいですか？ちょっとわかりにくいかな。ちょっと書こうかな。V が BM の要素となり、AM から BM にたどり着く
という行動が存在することになると。存在してしまう。とすると、停止したことに矛盾します。いいですか？だから V の頂点を見たら必ず、あ、V の、B と R の共通部分の頂点を見たら、そこには必ず M の辺、青い辺が接続してます。いいですか？で、一方で、この黄色い方ですね。あ、上の A-R の頂点を見ると、それも必ず青い辺が接続しているということがわかります。それなんでか、そうじゃないとすると、というかですね、そうじゃないとすると、何なのかっていうと、U っていうのは、青い辺接続してないから、この AM の頂点になります。でも AM の頂点っていうのは必ず AM からたどり着けますから、AM って必ず R の分集合になっています。そうすると、もともとこの U っていうのを R に含まれてないところから取ってきているということに矛盾します。いいですか？だから、この上の黄色い部分に入っている頂点には必ず青い辺が接続してますし、下の黄色い部分に入っている頂点にも必ず前の定理、青い辺が接続してます。そういうことになっています。いいですか？で、なおかつ、そのような、頂点同士を結ぶ辺が青くなっていることはないです。何かというと、V が B マイナス、あ、B と R の共通部分に入ってて、U が A-R に入っているときに、その二つを結ぶ青い辺は存在しません。なぜか。もしそういうものがあるとすると、何が起こっているかっていうと、青い辺は下から上に向き付けられているわけです。で、V は今 R に入ってますから、AM からこうたどり着けるわけですね。だけども、U は今、R に入ってませんから、本来は AM からたどり着けないんだけども、この向き付けを見ると、V から U に向かって、行けますから、結局その AM から U にたどり着けることになってしまいます。これは U が AM からたどり着けないことと両立しません。これ書いたのかな？書いてなかったですね。いいですか？だから、どんな感じになってるかというと、書いてないな。どんな感じになってるかというと、M の辺というのは、この下側の、B と R の共通部分の頂点を飽和する M の辺の集合と、この上の黄色い部分の頂点を飽和する部分とに分けられます。分けたので、この関係が出てきます。いいですか？この B と R の共通部分と、だから、ちょっと書きましょうね。すいません。これ、だから絵の準備がちょっといけなくて。ここら辺、だから状況としてはこれはないんだけども、これはないんでどういう感じになってるかというと、これがないんでどういう感じか、前に戻りますと、どうなってるかっていうと、この A-R っていうのと、B と R の共通部分っていうのがあるんですけども、そこに今いくつか頂点があって、頂点があって、この頂点を見ると、じゃあ、まず今の質問に答えますね。今の質問は、ちょっとすみません、もう一度、今流れてしまったので、もう確認しますけども、U が飽和されてないとすると、これですね。これですね。U が飽和されてないとすると、AM に含むのは何なぜかというと、それは AM の定義だからです。AM ってのは何だかというと、AM っていうのは A の頂点で、M に飽和されないもの。すべてです。初めの定義では、飽和されないとか、飽和されないとか書かなかったかもしれなくて、M の辺に接続しないって書いてたかもしれませんけども、M の辺に接続しないってことと、M に飽和されないっていうのは同じ意味です。
ですか、すいません。で、だから、まあ、M、AM に入ってまして、A に入っているってことは、AM からたどり着けますから、それは R に入っているということになります。すいません。いいでしょうか。で、で、だから、この二つ、この二つのですね、話がどうなってるかっていうと、色を青にして、A-R の頂点を見ると、そこには全部青い辺がこうくっついてるということになります。で、B と R の共通部分の頂点を見ても、そこに必ず青い辺がくっついてるということになります。で、次のページに行ったことから、これらの辺は全部違う辺です。これだわね。だから、青い辺の数というのは、この A-R の、A-R の頂点に接続している青い辺と、B と R の共通部分の頂点に接続している青い辺に分けられます。もしかしたら別の辺もあるかもしれないので、不等号になっています。いいですか？これがこの上の部分です。でしょうか。そうすると、この B と R の共通部分を飽和する M の辺の集合っていうのは、の要素数では何かっていうと、B と R の共通部分の頂点はどれも M の辺で飽和されるというのが前のページの話だったので、これは B と R の共通部分の予測数に等しい部分になります。同じことがこの A-R の方でも言えます。ので、この辺の集合の予測数は A-R という頂点集合の予測数と同じです。で、C の定義からこれは真の予測数に等しい。つまり欲しかった不等式が得られる。欲しかった不等式が、つまり M の予測数はC の予想数以上だということがわかります。で、承認をします。いいでしょうか。あっと消えてしまった。もう一度見せまして。いいでしょうか。これによって、増加動法が正しく最大マッチングを出力するということがわかりました。いいですか。待とうかな。よくわかんなかったら何かコメントを流してください。じゃあ進みますね。ここでまとめですね。増加動アルゴリズムによって二部グラフの最大マッチングを頂点数×辺の数のオーダー時間で解けるということが定理として得られました。これは特に、これ多項式時間です。ですか。だから、まあ、効率よく求められると。で、今のでも十分効率いいんですけども、もっと早くできるっていう話がありまして、それをちょっと残りの時間ありますけど、休憩しましょうかね、一旦。残りの時間でこれやるんですけども、ちょっと、まずじゃあどんなことをやるのかってことだけを、一言言ってから休憩2分やりましょう。で、何かっていうと、今言ったのはこれですね、上ですね。あ、書いちゃった、また。今言ったのは、このオーダー、頂点数かける辺の数。の時間で二部グラフの最大マッチングが解けると言ったんだけど、それを改良したホップクロフトカープのアルゴリズムというのがあって、それは、頂点数の平方根かける辺の数になります。で、これは73年にも知られてるんですけども、1900ですね。73年に知られてまして、これを今から、ちょっと、完全に解説はしませんけども、その、まあ、要点だけをお話しするという感じでやっていこうと思います。じゃあ、休憩を2分しましょう。はい。休憩2分します。
はい、では再開します。先ほどの増加度アルゴリズムいいですか？なんか不安なんですけども、私の説明があんまり良くなかった気がしていて。わかります？いいですか？まあ、アルゴリズムの動きをわかることと、その解析ですね。その正当性の証明も理解するところ重要なんですけども、いいでしょうか。ではですね、このホップクロフトカープのアルゴリズムっていうのが、まあ、どんな感じのものなのかってことをやっていくんですけども、この E の部分は、この辺の数ですね、この部分も変わらなくって、これは先ほどのその増、えっとですね、じゃあまず、基本的なことを言いますね。ホップクロフトカープのアルゴリズムも先ほどの増加度アルゴリズムの動きとほぼ同じです。ほぼ同じです。で、そのステップ1、2、3.1、3.2っていうのがあるんですけど、そのステップ1、ステップ2、ステップ3.1、3.2の、計算量は変わりません。で、何が変わるのかっていうと、この反復回数だけです。反復回数が変わります。で、増加度アルゴリズムでは、頂点数のオーダーだけ反復してたんですけども、ホップクロフトカープのアルゴリズムでは、頂点数の平方根のオーダーしか反復しないので、結果として計算量が小さくなると。あ、この平方根の方が小さいんだよね。となるという仕組みになってます。で、あ、そうだね。ホップクロフトとカープは、もちろんね、人間の、あ、に、もちろんですね。人名で、どちらもまだご存命ですね。カープさんは、何年か前に京都賞を受賞して、その時に日本に来て、講演して、それを私も聞きに行ったり、しましたけども、はい。なんて言えばいいのかな、有名人ですって言い方はいいのかどうかわかんないんですけども、すごく、著名なコンピュータサイエンティストです。ホップクロフトさんもそうです。はい。著名なコンピュータサイエンティストです。どちらも。が、その73年にすでにこの話をしていて、で、どういうアイデアなのかっていうと、先ほどの増加度法と動きは似てるんですけども、何かっていうと、まあ、二つアイデアがあって、並列に実行できる増加を一気に行います。っていうのがまず一つ重要なアイデアで、で、そのために増加を、最短増加度を用いて行うと。最短増加度ってその増加度の中で長さが最も短いものですね。例えば、今このように、まあ、2部グラフがあって、ここには、空集合というマッチングがすでにあると。今、マッチングを保持してるんですけども、その、アルゴリズムを動かした最初の段階で、そのマッチングが空集合であると思ってください。で、ここで、この並列に実行できる最短増加度の集合っていうのをつけます。で、こんな感じで言います。例えば、この、1個、2個、3個、4個。これ全部これ増加度です。増加度です。端の頂点が M の辺で保護されていませんから。で、そのような増加度を、この4つ取ってきてるんですね。で、じゃあ、今ですね、この4つ増加度を持ってきてるんですけども、この4つの増加度に、まだ、なんていうのかな、余力があって、この増加度の集合に、まだ増加度を付け加えられますか？ということを考えたら、これまあ付け加えられるんですね。付け加えるって何なのかってことを説明しないので、すごく今直感的ですけども、じゃあ先に言うと、今この4つの増加度に対して、もう1個ここに増加度を付け加えられます。これも増加度です。両端点が M の辺で飽和されていないから。ですか？じゃあ今こう5つの増加度があるんですけども、これにさらに、最短増加度を付け加えられますかと言われると、これ付け加えられないんですね。どこにも、これ以上再、えっと、増加度を付け加えられません。例えばですね、一番右の辺。これだけ持ってくると、これ増加度なんですけども、この増加度は、その左にある増加度と同時に、先ほどのその増加させるっていう操作を行うことができないんですね。そうすると、この二つの辺が共にマッチングの辺になってしまう。だけども、それはマッチングでは許されませんから、
そういうことはできない。だから、この右側の辺は増加動なんだけども、今あるここの5個の増加動には付け加えられないということになります。で、それはどの辺を見ても、それは増加動なんだけども、ここにある5つには付け加えられないという感じになっています。で、それは何を意味するかというと、この、5個の増加動に、増加動はもう付け加えられないんだけども、この増加、この5個の増加動の増加を並列に一気に実行できます。で、それを行うと、要素数5のマッチングが得られます。先ほどは1回増加させるときに、マッチングの要素数が1しか増えなかったんだけども、ここでは、このように、その並列に実行できる増加を一気に行うことで、ここでは、マッチングの要素数が5だけいきなり増えてます。で、これをすることで、反復回数を減らそうとします。で、そうすると、問題になることはあって、何かというと、こういうふうに並列に実行できる増加度をたくさん一気に見つけるっていう必要が出てきます。で、これ大変だなという気がするんだけど、実はこの図に書いてあって、そういう最短増加度の集合、そういうっていうのは、その並列に実行できる増加度の中で、それ以上付け加えられないもの。っていうのは実は、幅優先探索というグラフ探索の手法を使うと、さっき言っていた計算量、頂点数プラス辺の数のオーダーで見つけられます。これは割と重要なことで、こんな複雑なことをやろうとしているのに、そこに費やされる計算量が先ほどのグラフ探索と変わらない。まあ、それのグラフ探索も幅優先探索なんですが、幅優先探索を用いていいんですけども、ここでは、そのグラフ探索の手法として、幅優先探索という特殊な方法を使うことによって、こういうその特殊な増加度の集合っていうのが同じ計算量で見て見つかります。見つかります。で、これを行っていきます。で、これは最短であることはちょっと重要で、なんでかっていうと、長い増加度を見つけても、長い増加度によって、一つの長い増加度によって、マッチングの要素数が1しか増えないわけです。だけども、短い増加度を見つけると、このように並列で見つけるものをたくさん取ってくることが可能になる可能性があります。で、そうすると、この一気に増加を行うことで、一気にマッチングの要素数が増やせるということが期待できるようになります。で、その期待をちゃんと数学的に解析する必要があるんだけども、それをやると、その前に、それをやると、いい計算量が出てくるということになります。じゃ、とりあえず、ここに書いてあることをもう一回繰り返すと、今、ここに、要素数5のマッチングがあるんですけども、そのところ、その中で、並列に実行できる最短増加度っていうのを、また、の集合を見つけてきます。例えば、この場合はこんな感じになります。この場合、この3つの長さ3の増加度を取れます。で、これよりも、ここに、付け加えることはできません。で、この3つを、並列に増加させると、要素数が3増えるわけです。5から3増えるので、最終的に、1、2、3、4、5、6、7、8。要素数8のマッチングが2回の反復で得られる。だから先ほどは要素数8のマッチングを得ようと思ったら8回反復が必要だったんだけども、この場合は、今のこの例では2回の反復で要素数8のマッチングが見つかったということになります。こんな感じでホップクロフトカープのアルゴリズムは進んでいきます。で、書くとこんな感じになります。変わったのは、この2番のところ。で、その AM から BM に至る極大な最短有効度の集合を見つけると。極大っていうのはもうこれ以上付け加えられませんっていう意味です。で、最短っていうのは長さが一番短いという意味です。で、それら見つかった有効度を P1 から PK としたら、これらは並列に、実行できる増加なので、それを一気に行います。つまり P1 との対象差、P2 の対象差、PK との対象差っていうのを一気に全部取ります。で、それを新しい M とします。このステップ2とステップ3って3つだけが変わります。
しかし、このステップ2とかステップ3.1にかかる計算量は変わりません。先ほど言った通り、この極大な最短有効度の集合を見つけるためには幅優先探索というものを行えば良いです。3.1 の部分では、この有効度じゃなくて増加度に対する増加を行うんですけども、それは、まあ、すべての辺を1回ずつ見ていけばいいので、その辺の数だけ時間がかかるっていう部分もこれ変わらないわけです。そうすると何が変わるかっていうと、このステップ1やステップ2を何回繰り返すのかっていう反復回数が変わります。で、反復回数が実際ルート頂点数になるということを証明できます。で、なんでそんな感じなのかってことを、この後、このスライドでは証明があって、証明は割と大変なんですけども、だから別の動画として、授業では扱わないことにするんですけども、こういう直感をご紹介します。今はですね、並列に実行すると言ったんだけども、並列に実行しないで、じゃあマッチングがあったら、先ほどの増加度法のように、一つ増加度を見つけて、マッチングを更新するってことを繰り返すってことを考えましょう。で、その時に、どんな増加度でもいいんじゃなくって、最短の増加度を使って更新していくってことを繰り返すっていうふうに、ちょっと先ほどの増加度法、増加度アルゴリズムの動きを変えてみましょう。で、そうすると、例えば、まあ、初め空集合からスタートして、まあ、それに対する最短増加度を P1 というのを見つけたら、その M1 と P1 の対象差を取ることで次のマッチング M2 が得られるというふうに考える。で、M2 に関する最短増加度を見つけたら、それを P2 としましょう。そしたら M2 と P2 の対象差を取って M3 とする。で、M3 に対する関する最短増加度を見つけて、またその M3 と P3 の対象差を取って M4 とするってことを繰り返していって、最終的に Mμ というマッチングが得られたときに、増加度が存在しなくなって終了するという動きを、一回一回の増加度として最短のものを取るというふうに動かした場合にそうなるというふうに仮定しましょう。ここまではその仮定ですね。で、この時に何が証明できるかってことを一個ずつ見ていきます。まず何かっていうと、ここに現れる P1、P2、P3 っていう最短増加度の長さっていうのは必ず単調増加します。これそんなに地味じゃなくって、例えば、なんかその増加した後に突然短い増加度が現れる可能性はあるわけですね。一般的には。一般的にはというか、その何も考えなければ、そういう可能性は捨てきれないんだけども、実際はそういうことはないというか証明できます。ここに現れる増加度の長さはどん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 大きくなっていく。どんどん、だから、同じ場合もあるかもしれないけども、短くはなりません。これは、後で、補題 B という形で出てきます。後の方に言うと、これ書いてあります。で、なおかつ、この P1 から P2、P3、点々点である、この増加度の中で、同じ長さの増加度は、頂点を共有しないということが証明できます。頂点共有しないので、それらは、実は、この1回ずつ、このアルゴリズムに書いてあるように、1回ずつ増加させるんじゃなくて、実はそれらは一気に見つけて、一気に同時に増加させるということができるところが分かります。だからそれを実際にやっていくのが、ホップ・クロフト・カープのアルゴリズムになります。で、これは後の方で補題 C として書かれているものになります。証明しませんが、この授業では。で、そうすると何が分かるかっていうと、これらの同じ長さの増加度は頂点を共有しなくて同時に処理できるので、P1、P2、P3、点点点となる中で、そういうその同じ長さの増加度は一気に処理できるので、反復回数っていうのは、ここに現れている増加度の数なんじゃなくて、増加度の長さの種類だけになるということが分かります。同じ長さの増加度は一気に処理しますから、増加度の長さの種類数だけしか反復しなくて済みます。それはここに書いてあります。いいですか？同じ長さのものは一気に処理しますから、長さの種類の数だけしか反復回数が必要なくなります。で、その回数を見積もるってことをやるわけです。この P1 から点点点、
この増加度の中に現れる長さの種類を見積もります。で、そうすると、これが定理なんですけども、最後のルートミュー解を除いて、だから今これ P1、P2、これ点点です。最後の方は、P ミュー -1 っていうのがこうあるわけですけども、だからこれ全部でこれミュー引く1回ぐらいですね。これ、このミュー引く1回、このまあ増加を行うわけですけども、そのうちの、最後の、これをあの2つに分けて、ミュー引く1回しかこれ増加しない、ミュー引く1個の増加度しか現れてないんですけども、そのうちの、これですね、ミュー引くルートミュー番目のものの長さが、オーダールートミューになるということが証明できます。これが、これですね、定理ですね。つまり何を言ってるかっていうと、この、増加度の中に現れる、ミュー引くルートミュー番目まででは、長さの種類がルートミューのオーダーしかないということになります。だから、ミューマイナスルートミュー回ぐらい増加させるんだけども、その間にかかる反復の回数は、ルートミューのオーダーになります。じゃあ一方で、その残りの最後、ルートミュー回の長さの種類は、これ、ルートミュー個しか、ルートミュー個分だけ、増加度がありますから、そのすべての増加度の長さが全部違ったとしても、長さの種類はルートミューになります。だから、ここもオーダールートミューになります、長さの種類が。多くても。つまり、はじめのミューマイナスルートミュー回、ミューコの部分の増加度の長さの種類数はオーダールートミューで、最後のルートミュー回の部分の増加度の長さの種類の数もオーダールートミューなので、それ足してもオーダールートミューになりますから、反復回数はオーダールートミューになります。ミューっていうのは、この最終的に現れるマッチングの要素数マイナス1、プラス1です。もう一度言いましょう。ミューっていうのは、最終的に現れるマッチング要素数プラス1ですから、ルートミューっていうのは、オーダールート頂点数になります。つまり反復回数は多くても、オーダールート頂点数となって、証明したかったことを証明できる。という形になります。で、本来は、この、古代 B とか古代 C とか定理っていうのを、まあ、証明していくんだけども、まあ、残りの時間ではできませんし、ちょっとここら辺はややこしい話なので、まあ、この後のページに続く証明を、まあ、自分で見ていただくか、後で別の動画を作ることにしますので、まあ、そちらを見ていただいて、どんな感じなのかってことの、イメージをつかんでくださいということになります。よろしいでしょうか。まあ、ここはそのお話だったので、全然わかんなくても構いませんし、もちろん証明もしてませんから、何が何だかわかんないとは思うんですけども、まあ、興味がある人は見ておいてください、ということになります。だから、まあ、わかんなくてもいいですっていう言い方をしちゃうと良くないんですけども、まあ、こういうものがあります、ということですね。重要なのは、最短増加度に沿って一気に更新することで反復回数を少なくできます、ということです。じゃあ今日は終わりにするので、じゃあ最後まとめだけやりますが、まとめは、ここですね。はい、じゃあまとめをします。今日は、その、2部グラフの最大マッチを見つけるアルゴリズムの話をして、増加度アルゴリズムっていうのをまあメインに話しました。でそこでは、その増加度の発見法と最終的に出てきたマッチングが最適であるってことをどのように保証するのかってことで、頂点被覆を使う話をして、それによって正当性を証明しました。で、次回なんですけども、今回と前回は2部グラフの最大マッチングの話をしたんだけども、次回は2部グラフではないグラフの最大マッチングの話をします。で、これは前回よりも難しいです。すいません。前回難しかったって話あったんだけども、前回よりも難しいです。で、おそらく、この授業、一学期間通して一番難しい部分だと思います。ので、
まあ、ちょっと、大変なんですけども、まあ、これやんないと、この事業の意味がないので、やります。で、重要な概念として、この規制分というのがあります。まあ、これが何なのかってことを、やって、このタットの定義というのと、ベージュタットの公式というのを証明するという話をしていきます。はい、じゃあ